松松崎崎でです。す。精神科医の松崎です今回紹介するのは鳥繕い反応今日の日付や曜日について問われてもさっきまで覚えてたけど急に聞かれたから忘れちゃっただとか仕事を辞めてからは曜日とか関係ない生活をしてるから覚えてないなどと言い訳したり何か質問された時に急にそんなこと聞かれても困っちゃうそういう話は嫌いとはぐらかしたりして記憶力の低下を隠そうとするのが鳥繕い反応と呼ばれます認知症の中でも特にアルツハイマー型認知症で多く見られます 低下しますが思考は比較的保たれ周知心は残るため物忘れを隠そうとしていて通り繕い反応が出ると考えられますでした